福岡アイランドシティ。福岡アイランドシティは、福岡県福岡市東区の博多湾に建設された人工島。博多港の機能強化のために、国、国土交通省九州地方整備局が行った航路浚説で発生した土を用いて、貸地区と海の中道に挟まれた博多湾を埋め立てて建設された人工島である。 福岡市と福岡市の参画する第三セクターである博多港開発が事業主体となり1994年平成6年に着手2018年現在も整備が続けられている総事業費は3940億円で国が704億円を拠出して航路と大型岸壁を整備博多港開発が645億円を拠出して住宅用地と 産業集積用地の埋め立て事業を担い、福岡市が国庫補助事業と記載事業を合わせてに591億円を拠出して残りの整備を行う。完成時の総面積は401.3ヘクタール。本土とは、南側のカシー浜不当地区とは、カシーアイランドブリッジ及び大島片タ橋で、北側のカリノス地区とは、海の中道大橋で結ばれ、 アイランドシティを介して、福岡市中心部と海の中道を、ショーカットする役割も有している。島内を南北に横切る、臨港道路、アイランドシティ1号線を挟んで、東側約191.8ヘクタールが、町づくりエリア、カシー商用地区、西側約209.5ヘクタールが、港づくりエリア、港カシー地区となっている。町づくりエリアは、 住宅地と産業用地及び公園などとする予定で、2010年現在、約4000人が居住している。港づくりエリアは主に不当用地と、港湾関連用地として使用され、福岡市生活市場が整備された。福岡市立子ども病院も、中央区東人町から移転開業した。このエリアは、福岡空港から比較的離れているため、航空法に基づく高さ制限。 制限表面が都心部より緩和されているため、高層マンションの建設ラッシュとなっており、2020年までに既存の2棟に合わせ、新たに150メートル級の6棟が完成、または着工する予定である。他にも、総合体育館やホテルの建設も発表された。アイランドシティには、福岡都市高速道路である、アイランドシティ線が建設中である。延長は、 約 2.5km、第2種、第2級の4車線、高架式、設計速度は時速 60km である。総事業費は292億円であり、2016年度に事業化され、2020年度に完成する予定である。2010年3月26日から1ヶ月間、福岡県、福岡市、福岡北九州高速道路公社による、 環境アセスメントの方法書の縦覧が行われた。道路延長約 2.7km、車線の数4車線、設計速度時速 60km である。その後、2011年7月21日に、都市計画素案、ルートが公表された。このルート案によると、福岡高速1号線の河椎浜付近、旧大国際交流会館及び、 カシー浜中央公園との間のカシー浜ジャンク4から分岐し、カシーパークポートの北端を通ってアイランドシティの中央付近にアイランドシティランプを設ける計画となっている。都市計画スケジュールは2012年度内に都市計画案の広告、縦覧と県都市計画審議会への不義を完了した。 2012年1月30日から2月13日まで都市計画原案の閲覧が実施された。これによれば都市計画案の広告、縦覧と環境アセスメント結果、準備書の広告、縦覧が2012年春頃に同時に行われた。なお、この原案では延長は約2500メートル、福音は19メートルとなっている。 2012年3月30日から5月1日までアセスメント準備書と都市計画案の縦覧が実施された。2013年1月11日に環境省が意見書を提出している。2013年8月9日に環境影響評価が確定し都市計画決定手続きが完了した。延長は約2500メートル、福音は18.1メートル。 4車線、設計速度は時速 60km となっている。さらに2013年12月に博多港の港湾計画上の臨港道路アイランドシティ3号線4車線4.9ヘクタールとしても位置づけられた。アイランドシティ線は2016年度に福岡都市高速道路の福岡高速6号線として事業化された。2016年度は 橋脚の工事に着手した。全体事業費は292億円であり、その内訳は次のようになっている。有料道路事業と街路事業の2016年度の事業費は約18億円であり、このうち橋脚株高工事費に14億円、用地保証費に4億円が見込まれている。平成十一年度の開通を目指した鉄道の構想がなされていたが、 実現していない。西鉄貝塚線の西鉄貸井駅、貸井花園前駅間に新駅を設置し、そこから分岐して、アイランドシティに乗り入れ、アイランドシティ内には二駅が設置される。また、西鉄貝塚線を経由して、福岡市地下鉄箱崎線に乗り入れ、福岡市の中心市街地である、天神方面に向かう構想もあったが、 福岡市が西鉄の同意を得ない状況で計画を発表したため、西鉄が市側に対して不信感を示すようになり、地下鉄開通以来20年以上議題になっている西鉄貝塚線と地下鉄箱崎線の直通運転を実現する目の交渉すら難しい状況を作ってしまった。アイランドシティ完成も数年が経った現状では、 路線バスや自動車を使うことが当たり前になっており、莫大な費用が必要な鉄道建設を求める声はほとんどなくなっている。道路ネットワークと今後の整備予定については、アイランドシティへの交通アクセスを参照のこと。福岡市東区菓子浜より、アイランドシティを経由して、海の中道の狩りの末へと通じる、臨港道路、アイランドシティ1号線。 都市計画道路海の中道アイランド線が2002年10月26日に開通した。南側対岸のカシーマ地区との間には、カシーアイランドブリッジと、お島片来橋の2つの橋梁が、北側対岸のカリノス地区との間には、海の中道大橋が開通している。この道路は、福岡市都心部から、海の中道、東前の短絡経路であり、この開通により週末に、 海の中道へ向かうレジャー客による和路周辺の渋滞が緩和された。また、アイランドシティ経由で海の中道へ向かうバス路線が開通した。アイランドシティ東部と東区霞ヶ丘とをつなぐ歩行者と自転車専用の遊歩道の空いたか橋が2013年3月3日に開通した。島内には西鉄バスが乗り入れており、千葉駅、天神。 博多駅及びカリノス、西、戸崎、田方面に路線バスが運行されている。島内にあるバス停は以下の通り、島内からは以下のバスが利用できる。島内は全停留所記載、協調表示。南行き、千早駅、天神、博多駅方面、北駅、岩ノス、新宮、和路方面。ふとは、カシーパークポートの対岸にあたる。 港づくりエリアの南側にある。現在以下の施設が供用されている。また、以下の経流施設が建設中である。国際コンテナターミナルの推進は、神戸港異性の西日本最大級、など。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。